アロンダイトとは日本の競争馬である。重賞初挑戦となった2006年11月25日のジャパンカップダートで優勝を果たした。馬名はアーサー王伝説に登場するランスロットの愛犬、アロンダイトから。日本中央系馬会に登録されている英語名はアロンドイト。古文書の中には、県名の綴りをアーウンドイトやヤンドイトとしているものもあり。 場所である、キャロットクラブも当初、エアンドイトの綴りを使用していた。しかし、ジャパンカップダート出走前の2006年11月、国際競争への出走を機に、と、アロンドイトへ一本化、出資会員へ、アナウンスされた。2005年10月23日に、安城港永明で京都芝2000メートル新馬線に、出走。急頭立ての発着と大敗を喫する。 続く未勝利戦も11着と大敗したことを受けて、陣営はダート路線へと転換を図る。すると、芹沢順一に騎手が変わった3戦目で3着と、初の入着を果たすと、後藤裕樹が手綱を取った4戦目で、初勝利を挙げる。ここから500万下、魚沼特別、そして銀筆目ステークスまで初勝利から4連勝を飾ると、 人営はどこまで通用するか試す意味も含め、初の重賞挑戦に GI のジャパンカップダートを選んだ。レースは早い流れで進み、4コーナーからの混戦を抜けたシーキングザダイヤとの一騎打ちを制し、初勝利から5連勝という離れ技で、初重賞、初 GI 制覇を飾った。また、この年の JRA 賞で最優秀ダートホースに選ばれた。 2007年2月1日にノーザンファームで左前足の急接部分の手術を受けた。春シーズンは休養にあて秋のシリウスステークスで復帰。レースでは中段から早めに先頭に並びかけるものの突き抜けることができず4着に敗れた。その後10月14日に左第一子骨の骨折が判明。これにより長期休養を余儀なくされ2008年は 全球となった。そして、復帰戦となった2009年3月8日の二川ステークスに出走2番人気に指示されたが8着に終わった。続く3月29日のマーチステークスでは4番人気で7着だった。その後、4月26日のアンタレスステークスでは中段から最後の直線でババの外側から伸びてくるものの6着に敗れた。 続く5月24日の東海ステークスでは2、コーナー過ぎからまくって先頭に立つも、最後の直線でワンダースピードにかわされ2着に敗れた。その後、初の地方競馬遠征となった6月24日の帝王賞に出走したが、4着に敗れた。続く8月13日のブリーダーズゴールドカップでは、スマートファルコンの3着だった。続く9月21日のエルムステークスでは、 好位からレースを進めたが、直線で伸びきれず6着に終わった。2011年8月5日付で競争馬登録を、抹消、ノーザンホースパークで乗馬となる。ありがとうございます。